てかさ、おやれよおい、ね、ケイスケ、ごめんごめんごめん、今なんか言われてたよ、めっちゃ。何が？お、映ってる何？え、めっちゃなんか言われてたよ。何が？え、なんだろう、なんかあのリズムとのさ、動画のやつ、リズム3な、あ、リズム3のさってやん、何やねんそれ。リズム3の、うん、リゼム3ってこと？ 3 じゃあ3ちゃうやろ、3人だから、ね、リゼム3がもうそういうことや。で翔平くんが入って、本当だったらリゼム4やけど、でもリゼム3でもう最初やっちゃったから、もうリゼム3なんや。だから本当だったらリゼム4って言った方がいいんだ。リゼムフォース、そういうことか、の方がかっこいい、かっこよくない？だからリゼムフォースに変えた方がよくない？まあでもこれは一意見な形だから、うん、そうやね、まあ、気にしなくていいけど、そうやな、まあ、でもその動画でなんかめっちゃ言われてたよ、うん、あー、まさか最新の動画、最近のあのヤッカー、そうヤッカーのあれね、もう俺なんてもう生きる意味ないんだ、やってらんねえぜ人生。まあそういう日もあるよね。そういう日もあるよ、うん、本当に。茶さん分かんない方もいると思うんで、ちょっと説明すると、最近あの最近今日何日だ、1月じゃあ2月3日、2月2日にね、2日のリゼムさんの動画でヤッカー対決が上がりましたと。そのヤッカー対決は2期ウィナーズでコラボしたんですよ。まあ俺とか、それこそタケルとか、あのマキ君、梅ちゃんとか、まあみんないたんですけど、ほとんどみんないて、でみんながいる中で、あのやっぱり、まあ、マキ君怪我してるんで、ヤッカー対決でリゼムチームとマキ君チームで分かったんですよ。でマキ君は監督みたいな感じで、あのまあヤッカー対決でバーってしてって、でまあ俺がね、まあちょっと良くないプレーをしてしまいました。あのやっぱり僕本職キーパーなのに、そのまあちょっと点を決められたりして、で最後の最後に、おい邪魔だよと、邪魔だよ、オキシュンと変われって言われました。オキシュンと変わって、ほんまにマジで邪魔っすね。オキシュンと変わったらもうで、それがね、まあちょっとざわついてるっていう状況です。が今はい、そんな感じです。気にしなくてよくね。いや気にするでしょ、めっちゃメンタル弱くね。なんか、うん、気にするでしょ。なんか嫌なことでもあったら話でも聞くよ。何、俺のこと狙ってる？俺のこと狙いってる？何、最近ね、最近女の子とうまくいかないからって。やめてよ。まあ、まあこれだけは言いたいのは、あの時俺はちょっとね、心臓がキュッてなった。心臓がキュッてなったけど、本来あるべき姿はあそこで邪魔だよ、いやお前が邪魔だよって言えるようにならなあかんから。そうだね。俺はその梅ちゃんやったら言えるんよ、うん、あの細ガエルには人選んでんだ。そう、人選んじゃってる。あの緑ガッパじゃないか、緑細ガエルには言えるんよ、うん、とか、まあ、あのスニーカーオタクとか、うん、炎上くんとか ね、 炎上くんね、まあ、あのその言えるんだけど、なんかマキくんにはね、ちょっと俺まだねいけてない部分がちょっと正直あって、だからもうこれを機に、うん、もう俺マキくんにもどんどん言ったろうかなと思ってて、うん、あの女みたいなね、マキくんにね、もうほぼ女やんか、もう多分心女性やからあの人、うん、もうだからそのマキ君にも、もうもっとなんやねんと、ケイスケ俺やぞと、ちょっとね、なんかもっともっとマキ君に言えるようになってったら、多分あの掛け合いももっともろくなっただろうし、でマキ君はあのまあもちろんめっちゃ言いたくないけど、本当にめっちゃ言いたくないけど、まあいい人なんよね。そのチーム巻き引かないでも、やっぱりそのマキ君はやっぱり敬語使う分なんて全然あるし、だから親しき中にも礼儀ありをすごい分かってる方だから、動画内と動画外でちゃんと違うし、だからあの時は動画内モードのマキ君やったよね。だからその動画内モードのマキ君に対してはやっぱり俺も言わないと、動画内ケイスケにならないと分かんないから、そう、動画内ケイスケなの俺は、うん、でもいつも俺はあの時はちょっと動画外ケイスケになっちゃってた部分があるから、うん、もっと今回のそのマキ君が言われるっていうことに関しては、マキ君が悪いわけじゃなくて、むしろ俺の技量のなさだと思ってる。もうマキ君擁護しちゃってるやん、これだるだるくね。結論お前いいやつだね。俺がいいやつ、うん、なんで自分にベクトル向けられる。ああ、いいこと言うね。そういうことか。じゃあ俺めっちゃいいやつやん。でも過信しちゃダメだと思う。そうだな。まあでも、まあ、マイク君のことさ、まあ、敬語もそうやけどさ、大学生俺らが大学の頃からさ、マイク君のこと一方的にしてて真似してたわけやん。そうだね。こうやってね、真似してたわけやん。ハリルとかね。そう、ハリル、ハリル、ホジッチとかさ、うん、めっちゃ言ってたやん。香川、香川、真治
シンバって言ってたよ。あの時からさ、知ってる方ってさ、今こうやってお仕事ができてるってことが僕は何より嬉しいし、うん、だから、まあ、要するに何が言いたいかっていうと、何の話やったっけ、分からんけど、なんかマキ君に物申すだっけ、うん、何しか分からんけど、どうでもいいです以上。どうでもいいです、すいません、なんかこんな動画で、どうでもいいです以上。